こんにちは。大阪教材社森木と申します。今日も、写経に関して質問が来ておりますのでお答えしたいと思います。筆は使い終わったらどうしたらいいのでしょうか。またこれから2ヶ月くらい筆を使わないと思うのですが、どう保管しておいたらいいのですかということなんですけども、基本的にですね、筆は使い終わったら穂の部分をよく墨を落としていただいて、つり干ししていただくのがベストなんですけども、もしくは筆巻きに巻いておいてもらうというのがベストです。小筆に関してはですね、あまり水をつけて墨を落とすのではなくて、もう使い損じた紙に拭う程度で結構です。でですね、一番問題なのが、そのまま放置して穂が曲がってたりとかですね、その状態になってしまうと変な曲がる癖がついてしまいますので、それは避けてください。きっちり穂を伸ばしていただいて、保管してください。以上です。